はい、皆さん、こんにちは。炭酸水好きな俺の、シュワシュワ動画、始めていきます。YouTube では、の皆さん、こちら、炭酸水をですね、勝手に評価していくという、コーナーなんですが、前回までのパートは、ニコニコ動画の方にアップしてますんで、よければご覧ください。という風で、な感じで、かしこまってますが、実は、関係ないですが、今日風邪をひきましてですね、というか昨日からですね、社内の、人に移されました。ということで、今日は、ゲロルシュタイナーを飲んでいきたいと思います。これ高いです。非常に。値段が高いです。確かね、いくらだったかな？ 200 円近くするんちゃうか、これ。ナチュラルミネラルウォーター、カッコ天然炭酸入り。水、カッコ鉱泉水。ですね。原産国がドイツ。で、輸入者が札幌飲料株式会社と。ゲロルシュタイナーはドイツで100年以上愛されている名水です。天然炭酸水。ドイツ西部アイフェル高地にある町、ゲロルシュタインで、採水、ボトリングされた天然炭酸水です。天然炭酸ガスのきめ細かい泡立ちが特徴で、食事や喉の渇きを潤したい時にぴったりです。高硬度、健康的で快適に、かえ、健康的で快適な毎日をサポートする水です。硬度 1310mg？ ちょっとおかしい、これ。こんな硬水だったの、これ。高度高っ。ちょっと待って。あれよか高いかな。硬水でググって。あ、でもあれの方が高いかな。なんだっけ？コントレックス。高度。コントレックスがね、1551だって。それよか高えじゃん。と思ったら違った。コントレックスの方が高いですね。コントレックスが、高度1300、え、違う、1551？ ちょっと待って。あれ？ちょっと、固まった。コントレックスやっぱ最強だな。コントレックスは、コードス。あ、何今の。コード1551の超硬水だそうです。なるほどね。なんか今変な音がしたけど、何だったんだろう。高硬度なのに飲みやすいというのが特徴らしいですが、実際に飲んでみましょう。あら、炭酸がだいぶ弱い。あれ、炭酸弱いな、これ。もしかして炭酸抜けたか。いや、バカな。まだ一応、ペットボトルの特性上、徐々に炭酸が抜けていくため、時間が経つと炭酸が弱く感じられる場合があります。2013年の10月の7日が賞味期限なんですが、まだ賞味期限切れてないけど。まあ、やっぱりほっとくとあれなんだな。まあ、それはなんとなく分かった。じゃあ、いただきます。乾杯。うわ。うわ、こういう系か。あのね、なんかすっげえね、変な味がする。なんか変な味がする。うわ、まずい。これはまずい。びっくりするほどまずい。
これはまずいわ。ゲロルシュタイナー。こんなまずい。ああ、高高度なの、理由が分かったわ。大体香水ってね、高度の高い水っていうのはね、非常にまずいんです。コントレックスもしっかり。多分コントレックス以上にまずい、これは。なんか変な風味がある。香りがある。なんか。そしてなんか、なんだこれ。わかんねえ。口で伝えられねえ、これ。なんだ。ゲロルシュタイナー。高いんですよ、これ。マジで。まあ、わかる人はわかると思いますけど。一本、180円ぐらいしました。確か。これね、アマゾンだと、一本、24本入りで、一本あたり130円ってなってますね。これもおいしい。これはあれですね。何かと、例えば、酒と割ったりとかってするのは、無理だな。これまずすぎる。びっくりするほどまずい。まず。これはまずい。なんていうのこれ。まあ、とにかくまずい。ね、コントレックスもまずいんだよ、確かに。ただ、コントレックスの方がマシなんですよ。なぜかっていうのは、おそらくこれスパークリングウォーターだからですね。コントレックスはただの炭酸水。じゃね、炭酸じゃなくて、ただの水です。炭酸入ってないんですが、こちら、炭酸飲料なので、炭酸によってさらに、香りがこう、ブワーっとくるんですね。つまり、どういうことかというと、まずさがもっと、ぶわっと出てくるわけです。本当に。で、何度も言ってますが、こちらは、2013年の10月7日が賞味期限なので、賞味期限切れてるということはないですね。まあ、そういうことです。こんなにまずいのか。確かにコントレックスもまずいんだよな。それは間違いないんだ。コントレックスもまずいのは確かなんだよな。やっぱウーロン茶だな。あんまりサントリーのウーロン茶は好きではないんですが。なんか、最近、関係ないですけど、ポリフェノールが 20% アップしたらしいんで、買ってみたんですが。美味しい。昔よくは美味しくなってる気がする。そういうことですね。そうだな。星一つだな。味、星一つ。炭酸、弱い。炭酸弱いです。二つ。炭酸が一つ。二つ星。味一つ星。です。それではご視聴ありがとうございました。